こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、今回の億万長者合宿リターンズはやっぱり私たち自身が初心に帰ってね、私たちはどう考えてもお金を手にしなければ何も始まらないってことをね、やっぱり元からお話ししようかと思うんですよ。そしてね、私が手にするお金、そしてあなたが手にするお金、私たちが手にするお金は世の中を平和にするってことをもっともっと理解しなければならないかなと思います。そして同時にですね、お金がないということは自分の周りも不幸にするし、世界中を不幸にするってことなんですよ、ね、世界では貧困に苦しむ人たちがまだまだ大勢います。ひとところによると30億人がまだ1日に200円以下の暮らしをしてるって言うんですよ。どうですかね、私たちは1日に200円以下で暮らせますかね。例えば月に6万円の家賃を払っているとしたら1日に2000円使っていることになります。飲まず食わずでも家賃がもうすでに2000円なんですよ。それから私たちは社会保障費の徴収を得てますよね。要するにお金を税金として払ってるわけなんですよ、まあ、その時点で1日あたりの払う税金っていうのは大きく200円を超えると思います、まあ、こういうことはね、もっともっと例を出せばキリがないんで、まずは私はね、どれだけ私たちの暮らしにお金が身近なのかってことをあることわざを並べて皆さんにお伝えしようと思います。例えばですね、何かを買うときに一番最初に払うお金って頭金って言いますよね。これも昔から人間の体とお金が密接に関わってきたことがこういう言葉になったんじゃないかなと感じるんですよ。そして借金の型って言いますよね。借金の型、私たちの体はどこを取ってもお金になるってことじゃないかなと思うんですよ。続きます。お金を払うことを耳を揃えてって言いますよね。こんなことわざも聞いたことがあるんじゃないですか。あとはお金を借りすぎたらどうなります。首が回んなくなりますよね。あっちに行ってもお金もうちょっと待って、こっちに行ってもお金もうちょっと待って、あっちに行ってもこっちに行ってもお金がないから待ってっていうふうにこう首を振ってるうちに首が回らなくなるわけですよ。そして自分でお金を払うことなんて言うでしょうか。自腹って言いますよね。これも使ったことがあるんじゃないですか。自腹になったとかね、吉田さんなんて結構自腹で払ってきましたよね。そしてお金が足りなくってさらに追加でお金を払わされることなんて言いますか。そう、足が出るって言いますよね。体中お金なんですよ。もう一個ぐらい行きましょうか。人がお金がないこと、その弱みにつけ込むことを何て言いますか。やっぱり足です。足元を見るって言いますよね。このぐらい私たちはいつもいつもお金に体中を拘束されてるんですよ。これは自分がどう思うと変わらない事実です。まあ例えばね、身の回りに空気ありますよね、重力ありますよね。それと同じようにいつの間にか人間が作り出したお金っていう概念は私たちの暮らしから切っても切れないようになってるんですよ。特にこの日本で暮らす以上、お金に関わらずに暮らしている人は一人もいません。そしてですね、お金がいらないという人、まああえて言うまでもないんですけども、お金がいらないっていう人はこれはね、まさに嘘っぱちなんですよ、うん、だってお金がいらないって言ってる人に聞きたいんですけども、じゃああなたは誰かに何か物を頼むときにただで人を使いたいってことですか。やっぱり人を雇えば1時間に500円でも600円でも払わないと、それは無料報酬しろっていうとんでもないねパワハラになりますよね。やっぱり誰かに何かを頼むときって基本的には対価を払う必要があると思います。まああなたのために無料で働いてくれる人がいるんだったらその心配はないと思いますけども、無料で働かせるということはその人の人生を搾取していることになりませんか。だからやっぱりね、どんなことでも人に頼むとき、ありがたいなと思ったときはお金を払うっていうところを出発点にするしかないと思います。まあでもね、そうは言っても強い信頼関係に結ばれた人があなたのためにいくらでも働いてくれるよっていう人が見つかってるんだったらその問題は解決すると思いますけどね。でもそれを除いても、食べるにしても住むにしても寝るにしても、そして吉田さんが言われましたけども、死ぬにしてもお金がかかるんですよ。もうね、呼吸をするだけでもいくらくださいって言われるような、そんな世の中です。もうそこに生まれてしまったんで仕方がないです。私たちはお金を払わずに生きることも死ぬことももうできないんですよね、うん、そして自分がお金を払わないってことは誰かが負担させられているという、そんな理不尽があなたの元から起きるってことも覚悟しなければなりません。どちらかというとちょっとね、お金が残るぐらい、あの世に行くときに三文銭がいるって昔から言いますけども、本当にね、死んだ後に3万円ぐらいは残しておかないと、うん、ちょっとね、帳尻合わなくなっちゃうかもしれないですね。
まあ、これはちょっと冗談めいた話になりますけども、ちょっとドキッとされた方もいるんじゃないですかね。でもう一つね、お金がなんで必要かって話をしましょう。これは多くの方は意識してないんですけども、この日本っていうのはもう20年間 GDP が伸びてないんですよ。要するに経済活動が止まっちゃってるんですよね、うん、そして少子高齢化が始まって、これからは人が減り GDP が減るのが見えてます。一人一人のパフォーマンスを上げて、一人が稼げる金額とか、一人が買える金額、消費金額を上げていかなければ、この GDP500 兆とも600兆とも言われているこの GDP がもうね、700兆、800兆、1000兆になることはなくて、逆に400兆、300兆というふうに縮小していくんですよ。でその一部に私たちがお金を稼がない、お金を使わない、ここに大いな原因があると思います。一人の人が本気で働いて、例えばね、年収で1000万稼ぐようになりました。10年で1億です。そうすると GDP って増えていくと思いませんか？これはね、 GDP が増えるってことは自分が豊かになるだけじゃないんですよ。 GDP によって国家予算が相対的に決まり、そして例えばね、防衛費とか社会保障費ってその中から捻出されてるんですよ。ここでは一旦 MMT の理論を置いておきますけども、一つの長い間信じられてきている概念としては、税収をもとに分配を決めてるんですよね。となると防衛費ってこれから増えるんでしょうか？削減されますよね。世界では防衛費どうなってます？急増してます。いろんな国が武器を買って周りの国を威圧してるんですよ。私たちの国はどうですかね？どんどん自衛隊員の希望者は減り、若い者は減り、最新鋭の武器を買おうと思えば文句が出て、なかなか思うように買えない。一体誰がこの国を守るんですかね？ぼんやりしててもダメなんですよ。私たちがしっかり稼いで、その一部を、自分は戦場に行かないけども、職業として戦場に行っていただく方にお金でお願いするしかないんですよ。まさに命を懸けさせるわけですから、私たちが手を汚さずにね、その人たちに、私たちや国民を守るために、国を守るために、人を殺せっていう命令を私たちがお金で出すんですよ。まさかタダでお願いはできないですよね。その他、私たちが普段使ってる電気、これも再生可能エネルギーっていうのも開発にもお金がかかりました。これから回収に入ります。まあ原発の問題もありますけども、結局はエネルギーや資源を何とかするにも、私たちみんながお金を出し合わないとできないんですよ。私はお金に興味がありませんから出しませんと言って恩恵だけ受けようとしてるのは、なんともずるい話じゃないかなと思うんですよ。やっぱり一人一人が自分の任された持ち場をしっかりと守ることによって、この国が守られていき、世界が守られていきます。このままだと尖閣諸島を中心に新潟、北海道と、私たちは国を切り売りして、そして最後には国を売り飛ばしてしまって、日本人が日本に住めなくなる日はそんなに遠くないと思います。これは脅しでも都市伝説でもなくって、もう進んでるんですよ。私たちは経済力が衰えていって、どの国に対しても単独の日本としては交渉ができなくなってきてるんですよ。もう江戸時代の方がまだマシだって話ですよね。現在私たちはとてつもなくやばい状況に陥ってます。一つは私たち一人一人国民がもうね、お金に興味を失って、稼ぐことや見栄を張ることに価値を感じなくなってしまったんですよ。それは個人的な価値を失うのはいいんですけども、私たちは次の世代に対してものすごい負債を残してます。それは私たちが豊かじゃないまんまこの時代を去ろうとしてるってことなんですよ。私たちが豊かでなければ、私たちが死後に何かね、遺産を残さなければ、次の世代はゼロかマイナスからの構築になります。そして若い人たちが私たちの姿を見て何を今学んでるでしょうかね。我慢することですかね。諦めることですかね。ああなりたくないなっていうふうに指を刺されてる40代50代がいるのかもしれません。そんなことで次の世代大丈夫なんでしょうか。もちろん次の世代のことなんて知ったこっちゃねえと考えれば、そうとも言えます。でもこれはですね、非常に悲しい話なんですけども、現実として考えるのは、家族がいて子供たちがいるというポジションの人、私もそうですけども、どうしても次の世代を豊かにしたいんですよ。でも反面ですね、家族がいない、自分が死んだらそれで終わりっていう方は、もう次のことはもしかしたらどうでもいいと思ってるのかもしれませんね。そしてどちらかというと、家族を持たない独身のまま自分が死んだら家計が途絶えるよっていう人が
相対的に増えてるんですよね。となるとこの国の行く末はもう決まってるんですよ。それは50年後か100年後か分かりませんけども、かつてここに日本という国がありましたというね、都市伝説が残るってことなんですよ。もしかしたらもうちょっと早いかもしれないです。一説によると8年後10年後には台湾で中国と海戦があるというふうなね、そんな声も聞こえてくるんですよ。そこにアメリカが当然同盟関係として参戦すると言われてますけども、日本はどうなんだということですよね。日本は後方支援しかできないというふうな立て付けになってますけども、果たしてそれが認められるんですかね。なぜなら日本は今までの同盟関係上、日本とどっかの国が揉めた時っていうのは、私たちの国は最優先で揉めた国と相対峙しなければならないんですよ。その後ろに他国の同盟関係の後方支援を期待するのはいいんですけども、どちらかというと私たちの考えとしては、どこかの国と揉めた時っていうのは同盟関係にあるその国が先頭に立っていただいて、私たちは戦争を放棄してるから後方支援に留めますよっていうふうな勘違いをしてるのかもしれませんね。そして現実的に私たちはこの日本という国は大した武器もありませんし、武装もありませんし、兵隊の数も少ないです。だから前線に立てないかもしれないです。もしかしたらね。そう考えていくと、私たちは今度は自衛隊の方ではなくって海外の方に命を投げ打つことをお願いする立場になるかもしれません。まあ、なんとも情けない話でありますし、虫のいい話ですよね。そんな国をこの国際社会がいつまでも相手にしてくれると思えないんですけどね。ということでね、私たち一人一人がお金を稼がないことってのはこんなに大きな問題となってこの国を失わせる方向に動いてるわけなんですよ。まあ、なんとも寒い話じゃないですか。もちろんね、そんなこと言っても自分の暮らしで精一杯で、それも気持ちもわかります。自分の暮らしで精一杯、それも私も同じでした。でも同じでしたなんですよ。自分が行く方向を決めることによって違う未来を設定することができるんですよ。今は自分の暮らしで精一杯だ、今はそうでしょう。でも3年後もそうなんですかね。5年後はどうですかね。10年後はどうしたいと思いますか。どっちの方法に進もうと思ってますか。それはあなたが決められることなんですよ。誰も邪魔しないです。あなたが稼ぐこと、あなたが大金持ちになること、誰も邪魔しないです。逆に応援してますよ。ここまで動画見ていただいてありがとうございます。私はあなたが億万長者になること、お金持ちになること、協力できるんですよ。なぜなら自分がそうなったからです。あなたにその意思があれば協力することができますが、どうせ俺には無理というふうに今回も白旗を上げるようでしたら、この後の人生私と関わることはもうないと思います。なぜなら私は自分の暮らしはともかく、あなたを豊かにするためにこの放送を続けているからなんですよね。でも肝心なあなたにその意思がないのなら、私に役に立てることはもうないんですよ。何かありますかね。もし何かございましたらコメント欄で書いていただければと思います。私は人を稼げさせることには自信がありますけども、ただしそれは稼ぐ意思を持った人だけなんですよ、ね、やっぱりね、痩せたくもない人に痩せろって言っても無理ですし、お腹が空いてない人に食べろって言っても食べられないんですよ。同じように金持ちになりたいと思ってない人に金持ちになろうよと私がお願いするものではないですからね。逆に金持ちにしてくださいとお願いされて私が速稼塾への入門を許可する、その流れは今までも変わりませんし、これからも同じです。そして強い意志を持った人ですら金持ちへの道ってのは簡単に諦めちゃうんですよ。そのぐらい生きやすくって外れやすいのが金持ちへの道なんですよね。ということでここで改めてね、自分がどうしたいかっていう意思を固めましたら、また次の動画も見ていただければと思います。ここまでご覧いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。